はい。サギさん、いつもありがとうございます。ドバイからの風を感じる配信楽しみにしてます。大丈夫感じてるドバイからの風。吹 <laughs> けてるかな はい。質問募集中ということで投稿させていただきます。はい。我慢と努力をしないと幸せになれないと不安になるという質問ですね。私はずっと我慢と努力の繰り返しでした。今我慢すれば未来は良くなるはず。今頑張れば未来は良くなるはず。これを期待して毎日頑張っていました。で、結果はというと苦しいです。だから自分を楽にしよう、人生楽しもうとマインド設計に努めてきました。ところが、少し流れが順調になったり、お金が増えたりすると途端に怖くなります。また元に戻るのでは、努力しないといけない なのではなどなど、苦しくないとこれから幸せというご褒美がもらえないように感じてしまうのです。どうすればこのラットレースから抜け出せますかというね、質問をね、いただいております。はい。あ、本当ドバイからの風感じてる <laughs> よかった。<laughs> そう、なんかね、製品でい製品ではないんだよね、私はね。うん。そう。<laughs> そいつはあの頭のやかいなことだけ全然臭くなかった。 <laughs> 面白すぎる <laughs>。ドバイ、そうね、街中からライブするといいかもしれないね。はい。うん。はい。じゃあ、はい。うん。レイカピもドバイ来たとき、ぜひ私をクンクンしてください <laughs>。<laughs> はい。で、このね、我慢と努力をしないと幸せにならないと不安になるっていう質問なんだが、これはね、ちょっと正直、 私もどうやったら解決できるのかわかんないなぁ。だってなぜかというと私もずっとこうだったから。もうね、え、いつ、今、今はね、今はさすがにちょっと違うような気がするけど、多分2019年までそうだったと思う。あの、サボっちゃいけない。なんだろうなぁ。 やっぱね、努力、努力こそ美徳だとやっぱりずっと思ってたんだよね。やっぱりね、このね、努力こそ美徳というか、頑張れば報われるとかね、なんかこういう感じの自爆から抜けるのって、やっぱもう教育がすごいもう、やっぱ染みつきまくってるから、それこそ、ドバイに来て初めて抜けたかもしれないぐらいの勢いがあるね、本当の意味で。だって、ドバイに来たらさ、なんか、 なんつうのかなあ,あんま頑張ってる人いないからさ。なんていうのお金持ちの人たちが大体なんか頑張ってないというかさ。まあ、なんて、なんだろうね。本当にね、ドバイに来て、あ、頑張るか頑張らないかっていうのはあんまり人生に関係ないんだなっていうことを本当に感じたね。あの、人生を決めるのってどれだけ努力したかじゃないなと。うん。あの、環境。<laughs> 環境だよ。環境しかないっていうことを本当に実感したね。 うん。そう。だから、そうね。あの、でも初めてサウジに行った時に本当に衝撃で、え、な、こんなに、何頑張ってないのにすごいみんな幸せそうじゃないかと。私今まで何をしてたんだろうと。もう一個、あのね、その前に、この実はね、そのサウジ、サウジ前に、 サウジアートだったかななんかね、私2018年から、ていうか、まあ私起業してからも今までもずっと超頑張ってきて、で、頑張った分だけ報われるっていう、だから私起業してから、それこそね、あの、めちゃめちゃ真面目にやってたわけよ、今思い、まあ、今真面目にやってんだけど、当時の真面目っぷりっつったら、すごかったと思うの、今でも。なぜなら、私2015年起業してから、多分3年、3年間ぐらい、毎日ブログ書いてたわけよ。 うん。しかも結構面白いブログ。もしくはメルマガを必ず一日、 一投稿はしてたぐらい、すごいコツコツやって、しかも初期なんてブログなんて全然書くの苦手というか、文章とかそれまであんまり書いたことないから、書くのにもすごい時間かかって、一個ブログ書くのに5時間とかかかって、で、その後、Facebook のグループとかいろいろ申請しまくってとかで、それでさらに2時間とか3時間かけて、もう1日7時間ぐらいかけて自分のブログ活動を頑張ってた時期が1年以上あるのね。で、それだん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 ,だんちょっと書くのが早くなって、でもそれでも今でもちょっと、 あの、書こうと思ったら、やっぱ1時間とか、いや、それドバイに移住するときのブログは多分4、5時間とかかけてるからね。だからね、めっちゃコツコツしてるの、私は <laughs>。すごいコツコツしてきて、書かなきゃと思って書いてたというか、 まあ書かなきゃとももちろん思ってた。だってやんないと、あの、我慢、努力しないと報われないっていう風に思ってたから、絶対に書かなきゃダメって本当に思ってたし、で、あの、またね、この中途半端に結果が出る努力っていうのが一番結構、こう、というか、なんかね、生、生実家、その、頑張ることで成果が出ちゃうと、そこから抜け出せらんないのよ。そうするとずっと考え続けなきゃいけなくなって、 うん。だからその、頑張らないでうまくいく方法を最初に知っとけば、そんなことなかったんだけど、あのね、このね、そのね、頑張ってうまくいく方法を最初にマスターしちゃうと、ずっと頑張んなきゃいけないんだよ、マジで。で、だから、そんなわけで、 あの、ずっと頑張ってたし、でもね、私その1日7時間ブログ書いてるとかって聞くとすごいと思うかもしんないけど、私その起業する前なんて、1日14時間ぐらい毎日働いてたから、朝から晩まで週末もないぐらいの勢いでめちゃめちゃ働く人生だった私は。ずっと。ずっとね。<laughs> ずっと超働いてきて、だから起業してから1日5時間ブログかけても私の中では全然なんか、 今までに比べたら全然大変じゃない。むしろ楽っていう感じでずっと取り組めてたわけよ。うん。何の話 <laughs> あ、そんなわけで、私も相当だからずっと我慢と努力今日に入っていて、うん。で、それが本当に関係ないと思えた。で、そういうことをやってるうちに、でも2018年ぐらいにもうなんか飽きちゃって、そういう生活にね、このままこれを一生続けんだろうかというふうになってっちゃって、で、 2018年ぐらいずっとこう、あの、うつ状態だったんだけど、で、2019年にいろいろちょっと外に出ようと思って、いろんなところに旅をしたりしてたわけ。で、あの、ど、インドにね、一回行ったのよ。うん。でも、それが本当に衝撃で、あの、何が衝撃だったかというと、そう、私はね、そうよ、そうなのよ、そうなのよ。うん。そう。あの、インドで一番衝撃的だったのが、私、ガンジス川のほとりにある、 あの、すごい有名な街に行ったんね。名前忘れちゃった。<laughs> なんか有名な、なんて名前だっけな。インドといえばみたいな。えっと、バラナシ、バラナシっていう街に行ったわけよ。そしたらバラナシっても本当になんか聖地で、あの、みんなお祈りに来るわけよ。バラナシにね。うん。で、毎日、毎日お祈り、毎日1日3回とか、 そのバラなしのガンジス川に向かってこうお祈りして、なんか頭に水かけてみたいなことをこうやってるわけ。毎日何時間もかけてお祈りしてるわけ。でね、あの、それを見た時に、え、この人たち何してんのって思ったわけよ。だって、なんか私って多分この中でめっちゃ金持ちだよなって思ったの。わかる <laughs> なんか私はその時自分の人生が本当に不幸だと思っていて、なんか、 お金もね、時間もそれなりにあるはずなのに、すごい不幸だと。うん。どうしたら幸せになれるんだろう。もっとお金も欲しいし、もっと自由な時間も欲しい。でもと、なんか、し、なんかそれが、なんかうまく手に入らないから、すごい不幸だなというふうに思ってたんだけど、そのガンジス川のほとりでね、祈ってる人たちを見たら、いやでも多分私、この人たちの生涯年収ぐらいを多分1年ぐらいで稼いでるなと思ったわけよ。やっぱ、ど、インドだしさ。 うん、ね、多分、インドの月収とかって月3万とかだからさ。で、普通になんか、もう、なんか物乞いをしながら、お祈りしながらみたいな人たちとかもすごいいるわけよね。で、いや、この人たちマジ何をしてるんだと思って、なぜかっていうと、いや、そんなに今までのね、あの、何のためにじゃあお祈りしてるかって言ったら、多分、幸せになるために祈ってるわけでしょでも、幸せになってないじゃんって思うわけ。 あんなに、そんなに必死でね、お祈りしてきたのに、あなたそのお祈りで幸せになったんですかなってないですよねみたいな、ふうに思って、え、じゃあ何のためにお祈りしてんのみたいな。幸せになるためにお祈りしてるんじゃないのかだとしたらなぜみたいなね。すごい、あの、意味わかんなくなったわけ、自分の中で。なんか、うん、すごいカルチャーショックだったわけ。で、その時に、いや、お祈り、 で、なんかそのインドでね、その街中の人とかと、いろいろ話すわけよ。話しかけられるわけ。どっか、どっから来たんだ日本から来たのかみたいな。で、すごい話しかけられて、で、みんなには、お金あっていいな、お金あっていいなってめちゃめちゃ言われたわけよ。日本人はお金があっていいね、とかね。なんか自分もお金があったら海外旅行とか行ってみたいんだ、みたいな。日本にいつか行ってみたい。でもお金がないから行けないんだ、とか。みんなあって、二言目にはお金の話をしてくるわけ。お金が欲しいってい話をしてくるわけ。だから、お金が欲しい、 ぽいんですよ、どうやらね。で、お金が欲しくて多分自分、豊かになれますようにって祈ってるはずなんだけど、私から見たら、いや、どう考えても元日外に祈ってるだけじゃお金稼げるようになんないじゃんと思うわけ。で、この人たちはね、自分たちはこんなに一生懸命祈っても全然お金が手に入んなくて、例えば私とかね、西洋人の人とかがね、あの、インド訪れるわけじゃん、リー ツアーでみんな訪れてさ、あいいホテルとか泊まった人たちって、お祈りしてないのに自分たちより豊かじゃん。それについて、あれってなんないのかなって思ったのよ。うん。そう。だから、そう、それでまたお祈りが足りないってまたお祈りしてるんでしょうけど、そこで、あれなんかお祈りしてない人の方が、なんかお金を売ってないっていう風にならないのはなんでなんだろうってすごい思ってて。で、その時に、あの、いや、 もしかして、やっぱ努力の方向性って大事なんじゃないかみたいな。というか、頑張ってお祈りしたからって豊かになれることがないのと同じで、頑張って何かをしたらイコール報われるっていうのは違うんじゃないかと思ったのねが。むしろ頑張って、なんか、その豊かな人たちってそもそも頑張ってるんだっけみたいな。こんな感じに、そうそうそう、思って、思ってだよ。思って。うん。で、すごいこう自分の中で、 なんか、これ何なんだろうって思ったわけすごい。そうだから、そう、これなのかなみんなは自分たちよりさらにお祈りしてるからお金を持ってるって思ってるんだろうかとか、もうとにかくすごい萌えました状態で、その、そう、頑張ってても正しい努力じゃないとかね、いろいろあるんだなっていうことが知ったわけよ。で、その後、あの、日本に帰国して、萌えましたか帰国して、その後サウジアラビアに行ったのね。で、サウジアラビア行くと、あの、今度は、あの、 中東って本当に豊かな国で、要はツーリズムあの。日本人観光客ってどこの国に行っても基本的にはお金持ち扱いされるはずなのよ。ね。なんだけど、全然貧乏で、全然サウジアラビア人の方がお金持ちだったのよ。中東行った時に。あ、え、なにこの、誰も働いてないじゃんみたいな。みんな昼間から何ショッピングしたり、公園行ったら、明日お茶してる。 だ私がサウジで見たサウジアラビア人は、お茶をしてるか、ショッピングしてるか、公園にいるか、この3択で働いてる人が一人も、いや、一人ぐらいいたかな。なんか、一人ぐらい行った、もしくは空港に数人いたぐらいで、あの、これ着てる人ね、カンドゥラって、あの、白、白装束とか黒装束を着て働いてる人は、数人しか見なくて、他の数百人は誰一人働いてなくて、昼間から、平日の昼間から遊んでたのね。で、 あれでもまあまあ、確かに無水ムスイだから一生懸命お祈りしてるからっていうのはあるかもしれないけど、まあでもね、ほら、インドでねおい、インドでに限らずさ、お祈りしたから豊かなわけじゃないじゃん。それはもうわかるじゃん、私たちは。無宗教の日本人たちとしてはさ、お祈りしたから豊かになれるわけではないっていうのはさ、私たちはわかるじゃん。働いたから豊かになるんだよっていう方にあるんだけど、でも、その、サウジアラビア人とってみたら、あの、働くから豊かになるわけでもないわけ。わかる ねね。つまり、インド人にとっては、お祈りするから豊かになるでしょで、それ日本人の私にとっては、働くから豊かになるわけ。でも、サウジアラビアージにとっては、働くから豊かになるですらないわけよ。豊かになるのと働くっていうのはまた別の問題なのね。豊かに生活するのと、自分が働くのかっていうのは、あんまり関係がない。関連性がないわけ、そこには。ね。だから、あの、サウジの人たちがね、 もし働こうと思ったとしても、私たちみたいにどっかの会社に勤めるとか、自分のなんか時間を使ってみたいな発想ないわけ。もしなんか働こうというかお金をね、手にしようと思ったら、多分なんか買収、どっかの企業買収するとか、まあなんか従業員やとわかんないけど、なんかなんか投資するとかね、なんかそういう、あの自分が労働はしないんだよ。 お金を稼ぐためにやらなきゃいけないことが、中東の人にとっては労働じゃないのよね。うん。で、いうことを知ったときに、ガーンって、そう。労働じゃない。労働するから豊かなわけじゃないんだっていうことが分かったわけよ。そう。だからね、そう、そのことに、もうすごい衝撃で、だってそもそも、あの、 サウジはちょっとサウジについて私旅行で一回行っただけだから、本当はどうやってサウジの人たちが生きてるのか詳しくは知らないけど、まあドバイに関して言うと、まずドバイの人たちはね、生まれて、あの、アラブ人ね、本当にまあアラブ人は2割とかしかいないんだけど、でもそのアラブ人たちはどういう生活をしてるかっていうと、まず生まれて、その成人になるな、何歳、18歳か20歳かわかんないけど、とにかく一定の年齢になると、土地と、土地がもらえるの、まず。すっごい広い土地が、一人一個もらえて、でそこに、 家を建てていいよ、みたいな。で、何年以内に建てないと、その土地は自分のものじゃなくなっちゃうよ、みたいな、そういう制度があって、だから、まあ、家、家、土地はもらえるわけよ。<laughs> 土地ももらえて、で、家とかも多分、すごい安く建てられるわけ。うん。だし、あの、公務員とかね、公務員つっても、なんていうのかな、あの、ほら、税関のパスポートにハンコを押す人とか、ぐらいが、あの、 アラブ人っぽい人たちが働いてんだけど、あの人たちはなんか年収が多分2、3000万もらえるわけ。その、なんか公務員が多分年収2、3000万、平均年収が確か2500万ぐらいだから、公務員は多分3000万とかもらってんのよ、全員ね。うん。 それもすごいじゃん。<laughs> しかも、全然真面目に働いてないわけど、私から見ると。もう、超雑談とかしたり、なんか、なんだゲームとかしてんの携帯ゲームとかしてて、あの、なんか、早くやってくんないかなみたいな感じの、うん、人たちもいっぱいいるし、あと、起業するのね。あの、起業して、そしたらね、1800万まで補助が出るんだって。あの、 その年の売り上げが1800万円に収入が満たない、起業した人がね、その年の収入が1800万に満たない場合は、1800万円の補助がもらえる。なんか、1800万までは充填してもらえるわけ。足りなかった分を。だから、つまり、あの、 こっちのね、例えば私が住んでいるレジデンスの隣にあるモールって、もう本当にお客さんいないよねっていう、なんか一日に一人お客さん来るのかどうかレベルのお店がめちゃめちゃ並んでるんだけど、で、このお店たちってどうしてんだろうみたいな方にすごいずっと不思議だったんだ、ね、よ。で、その謎がようやく解けて、あ、なるほどあの、収益がなくても国から補助してもらえるから、このお店の売り上げを上げ前いが上げようがどっちでもいいんだと、うん、いうことが分かったわけ。 つまり、あの、お金が欲しければ、とりあえず店舗を出すと。ちょっと、あの、1000万とかね。<laughs> あの、なんか、どっかの、なんか、お店をね、借りて、ちょっと内装を整えて、そしたら、あとはそのお店の利益がゼロでも、毎年1800万返ってくるわけです、自動的に。そういうことかと思って、つまり、あの、 そうそうそう。生活保護が1800万。だこれに近いよ。なんかそうそう。毎年1800万の補助が入ってくるから。だからつまりね、本当に、あの、ドバイの人たちにとって、その、お金を得る手段ってのは労働じゃないわけよ、マジで。<laughs> で、その時に、あ、私って本当になんか洗脳されそうだなっていうことにすごい気づいて、なんか、 まあ日本境だよね。このど、我慢と努力をしないと幸せになれないっていう、そう、我慢と努力っていうか、労働を頑張んないと、お金は手に入らない、幸せになれないっていうのは本当に思い込みだったな、ということに気づきまして。はい。うん。はい。そう、働いても働かなくても1800万っていうね。うん。んか本当に街とかで働いている人ほぼいないから、あのー、みんなね、ドバイに来たらいいと思いますよ。<laughs> 価値観が覆る。だから、もう本当にね、なんかどこで生まれるかとか、どこで生活するかが全てだなというふうに思います。本当に。はい。うん。そう。貯金してもね、稼ぐ力つかないですしね。そう。いや、来ないでしょ。ドバイの人は日本に来ないから大丈夫だよ。<laughs> そう、スタンフォーよりね、はるかに低所得なんか スタンプやろうとかあの番号札をボタン目の前にあるその番号札出すボタンの目の前に座ってて誰かが来たら番号札ボタンを押して番号札を渡す係とかいるの <laughs> その人多分年収2000万ぐらいで人が来ない時はずっと、ね、なんかこう携帯でゲームしててみたいな。<laughs> いやでもそれは外国籍では当然もらえず、アラブ籍じゃないともらえないんですけど、うん。まあでもね、あの、外国人でも多分投資とかね、そういうことをしている人の方が、まあ、多いですから、うん。だって、私がね、こっちで現地で働こうと思ったって、そんな働き口もないからね、うん。そう。そう、アラブ人以外はもらえない。うん。 いやだからね、私はね、病む人がいないんじゃないかと思っていて、ドバイでは。だってさ、あの、そんなわけで、あの、みんなお金も豊かで、で、家政婦もほぼみんな雇ってるわけよ。ナニーとメイドと、こ場合によ,人によってはコックととか、ドライバーととかってみんな雇ってるからさ、そしたら絶対虐待もないわけよ。ね。ナニーとメイドがいて、自分は虐待するってないでしょ。うん。とか思って、なんかね、 こう、この価値観をね <laughs>、なんか日本にドバイ、日本もドバイみたいになればいいのにとは全く思わないし、それ難しいと思うんだけど、でも、なんかその自分が、こう、いる世界、このアサギストワールドとかはもうちょっとこうドバイ寄りの価値観にね、なって、な、なっていかないかなということを、今ドバイから頑張って啓蒙活動をしております。 はい。<laughs> そう。だから、それをサージに行って、その辺に衝撃を受けたっていうのも、ドバイに移住した一個の理由なんだよね。中東はすげえと。これ価値観崩壊すると、ここは。うん。っていう感じで。はい。ですね。うん。これがね、石油じゃなくて、不動産投資だね。うん。家政婦さんとかアラブ人じゃないよ、もちろん。家政婦さんはみんな、 あの、アフリカ、もしくはアジアの人たちだね。うん。東南アジアかな。うん。あ、王女病んでた。あ、なんかそんなニュース見たよね。王女病んでたってね。うん。日本人でも出店できる。まあ、補助はもらえないけどね。うまくいかなくても。出店はもちろんできる。うん。 そう。だからね、なんか、これをそのまま、例えば、じゃあ日本もベーシックインカムにとかってするのは難しいけど、でもせめて、この、なんか、全部自分でやんなきゃいけない文化その、例えば、労働とかもさ、私多分、だから当時ね、昔ね、1日1記事5時間かけた時より、あの、ブログ記事ほとんど更新しない、今の方がよっぽど収益は上がっているわけで、だからね、努力量に関係ないの、ぶっちゃけ、あの、稼ぎっていうのはね、うん。っていう、 感覚をもっとみんなにはインストールしてってほしいし、うん。その、日本はさ、やっぱさ、頑張って仕事はしなきゃいけない。で、家事も育児も、やっぱ自分がすべきっていう価値観があるでしょでもそれは、そんなことないんだよっていう <laughs>。それはやんなくても大丈夫だよっていう価値観をやっぱり伝えていきたいですよね。はい。うん。そう。 そう、そう、とりあえずね、努力しなくても、あの、お金は稼げるし、つうか、努力してお金が入っても別にいいけど、努力しないでお金が入った方がいいっていう感じだよね。<laughs> そう、だから、あの、何かをどうしても頑張りたいときは、せめて頑張り方を間違えないことっていう、うん、ことだよね。うん。で、結構やっぱりね、日本人はね、ちょっと頑張る方向性、昔の私含めてずれてる人がすごく多いから、うん。 その頑張り方をずらさないっていうこともすごく大事。うん、と思いますね。はい。うん。これがね、なかなかね、難しいのよね。これがね。だって、な,なんでこういう風にならないかって言ったら、男性が家事育児してないから、何人とかメイド必要なんて思わないんだよね。あの、家事育児してない男性が家の中に他人が入るのは嫌だとか言うから。あと、女性自身も嫌がるよね、やっぱり。あの、 家の中に他人が入るのは嫌だとも言うし、うん、家事代行とかねだから私さよくさ今もう,うちはねあの住み込みに何人がいて子供の面倒も全部見てくれるしあの家事も全部やってくれるしかといって私が何て言うの子供の相手を全然してないかって言ったらそれは違って私は私にできる。 あの子供の相手というかね、旅行に連れて行くとかさ、そういうのは何人にはできないじゃん。何人がうちの娘をさ、あのポケットまで旅行に連れていくことはできないから、そういうことこそが私が親にしかできないことなわけ。高い学費のインターンに入れるとか、なんか素敵な旅行に連れてくっていうのが私は親の役目だと思ってるから、ね。で、そういう時にはやっぱ娘と遊んだりとかね、あのー、してるし、だから、なんていうの私は自分なりに、 母親もやっていますし、かといって、あの、全部私がやってるわけではないっていうね。で、この今の私の生活を見て、すごい羨ましいです。私もいつか住み込み何とか雇いたい。そんな浅井さんみたいな生活してって言ってくれる人が最近増えていて、それはすごい、めちゃめちゃ、めちゃめちゃ喜ばしいことなんだけど、でもはっきり言って、住み込み何を雇うまでっていうのは、めちゃめちゃすごい段階があって、まず最初は1時間の家事代行から始まるわけよ。いい。2、3時間のベビーシッター、2、3時間の家事代行 カジから始まるわけよ。それをね、せずね、いきなり住み込み何とか無理だから、あの、経済的にも自分のメンタルとか、接し方とかね、コミュニケーションとかいろんな問題があって、あの、昨日まで全部自分が家事も育児もしてたのに、今日からその家に住み込み何がいきなり来るなんてありえないから、だからもし今の私のね、生活を見てね、ちょっとでもあいいなと思う人は、3時間のね、家事対抗から始めてマジで。マジで。本当に。 <laughs> はい、うん。そう、親にしかできないことと細かい世話を勘違いしないと、これはね、本当に努力の方向性間違いないっていうことだと思うわけよ、私は。本当に。そう、親にしかできない。教育員だと、本当に私は、お金がかかるいろんな経験をさせてあげられることだよ、本当に。うんうん。そう。うん そうそうそう、仕事でマネジメントとか出世することとかも私はすごく本当に大事。女性こそ出世しといて、あのね、マネジメントできるようになった方が育児とかも、そういう誰か家事代行を頼むとかね、例えば企業してスタッフ雇うと,とかにも全部役に立つから、本当にもう結婚出産する前になるべく出世しといて、なるべくマネジメントに上がっとくって言って、めちゃめちゃ大事だと思うしね。<laughs> そう。うん お素晴らしい最初渋ってたかいからついにオけケもらいましたそう。うん。そうよ、そうよ。うん。すごいおめでとう <laughs> 心を癒されるよね。うん。そう。そうそうそう。これはね、結構ね、あの、キーに、っていうか、でもこの時は、そういう時代だったのよ。日本全 全国、国民として、こういう風にしていこうみたいな時代だったんだよね、美智子様の時代っていうのは。だそれのモデル、ロールモデルというか、うん、でも本当に今も時代変わりましたから、みんな時代変わったよ、気づいて、みたいなね、ところで、はい。うん。はい、っていきたいと、そんな感じでね、そう。うん。そうですね、うん。何なんだろうね、この価値観はね。なんか、 考えてないだけだと思うよ、多分。何も。だからあと、もう一個あるのは、やっぱり最初の人にどう見られるか問題だよ。人を信じてない問題。うん。人にどう思われるかっていうのが、自分の、あの、人生の優先順位のかなり上位に来ていると、やっぱり人を家に入れるのは嫌にな、嫌だよね。うん。だからやっぱりね、人にどう思われるかっていうのを捨てるっていうのが、すべてにおいてすごく大事。そうそうそう。うん。そうなんですよ。はい。 誰かアサギストの社長タイプが議員になって日本を変えてくれ。まあ、議員になったからって変わるかっていう問題はあるよね。うん。だからね、これは、まあ、議員になる人もいてもいいんだけど、まあ、誰、議員にならなくても自分なりに世界を変えていくことはできるからさ。だからね、それぞれの人が、だ結局ね、じゃあ日本、<laughs> <laughs> 私何の話を始めてるん,んだけど日本を、ね、変える方法は、ね、何かっていうと私だったらドバイからの啓蒙活動を頑張るし桃沢だったらそのアイドルみたいな、ね、歌って踊ることを頑張るしかないわけよ自撮,りを自撮り講座を頑張ることが自然となんかその日本が良くなっていくことに繋がってるわけそこを一番超頑張るっていうのが一番日本を変えるのよ。みんながそれをやっていくこと でね、はい、うん、という、なんかちょっと壮大な話になってしまいましたけれども、はい、うん。そうそうそう、大根もね、そうそうそう。そうよ、そうよ、うん。はい、それぞれが持ち場を頑張っていきましょう。はい。<laughs> なんか今日は暑くてすいませんね。<laughs> そう、本音をね、生きるだけで、そう、私が変えられる世界を変えるっていう、これをね、やるっていうのはすごいいいことかなと思います。はい。